物語は主人公であり普通の高校生である武藤一樹が錬金術の力で生まれた異形の怪物ホムンクルスに襲われるシーンから始まります。この戦いで一度一樹は命を落としますが、突如現れた謎の少女津村時子と錬金術の粋を集めて生成された超常の合金核金により生き返ります。時子は錬金船団という組織に所属している戦士で、錬金船団の戦士は錬金術の力を使った武装錬金という力を使いホムンクルスと戦っています。核金の力で生き返った一樹は武装錬金サンライトハートというランスの力に目覚め、ホムンクルスと戦う力を得ます。その後一樹は時子と共にホムンクルスとの戦いに身を投じる決意をするんだ。一応武装錬金の力に目覚めはしたものの、一樹は力の使い方を分かっていませんでした。ですがホムンクルスとの戦いを通して一樹は徐々に自分の力が一体何なのかを、サンライトハートや錬金術への理解を深めていきます。ホムンクルスとの戦いの中で一樹は蝶の公爵、通称パピヨンに出会います。パピヨンは錬金術の研究をしていて、その研究の過程でホムンクルスを生み出していた。なぜパピヨンが研究をしているのかというと、生まれ変わるためなんですよ。実はパピヨンは原因不明の難病によって引きこもり生活を余儀なくされ、高校を2年留年している高校生なんです。周囲からも見限られた、自らを限りなく透明な存在と考えてるほどに劣等感に苛まれながら、パピヨンは今までずっと生きてきた。だから病気を治療して生きながら得るために、今後の人生をより自分らしく歩むために、パピヨンは人間からホムンクルスへと生まれ変わりたいと思い、ずっとホムンクルスの研究をしていたんです。パピヨンが生み出したホムンクルスが人間に害を与えていたこともあり、一樹たちはパピヨン一味と戦うことになります。一樹と出会った当初、パピヨンは人間でしたが、研究が実を結びホムンクルスへと生まれ変わりました。その後一樹はパピヨンと何度も戦うことになり、ライバルのような関係性へと発展していきます。パピヨン一味との戦いの後、ドクトルバタフライ率いる超常仙人同盟、通称 LXE がパピヨンを仲間に加え、一樹と錬金船団の前に立ちはだかりました。ちなみにドクトルバタフライはパピヨンの祖父、高祖父にあたる人物です。 LXE の特徴は大きく2つあって、1つ目はメンバーが人間型のホムンクルスであること。一部人間のメンバーがいますが、基本的には人間型のホムンクルスで LXE は構成されています。2つ目は武装錬金。今まで武装錬金というのはホムンクルスに対抗するために人間が使う能力として描かれてきたのですが、 LXE のメンバーはホムンクルスでありながら武装錬金を使うんだ。ホムンクルスで武装錬金を使える LXE はクソ強いです。 LXE との戦いの後、今度一樹は時子の所属する錬金船団と戦うことになります。ネタバレになるので詳しくは言えませんが、一樹は戦いの中で自身の力を覚醒させてしまい、今まで味方で一緒に戦ってきた錬金船団から危険視され命を狙われるんですよ。錬金船団との戦いの話は特徴が3つあります。1つ目の特徴がバーサス人間ということ。人間の見た目をしている人もいたけど、今までの敵は全員ホムンクルス。でもこの章では人間が敵になります。2つ目の特徴が視点。今までは主人公の一樹視点で物語は描いてきました。だけどこの章では一樹だけではなく、時子視点の話やパピヨン視点の話が描かれます。組織の命令に従うべきか、それとも一樹を守るべきか。この章で時子はかなり悩んでいるんですよ。パピヨンの考えは時子とは違っていて、一樹を倒すのはライバルである自分でありたい。このまま錬金船団にやられてしまっては困るから、一樹を助けるために錬金船団と戦う。こういう思考なんだよね。そして戦いの中で錬金術や武装錬金の秘密を解き明かしていくのが3つ目の特徴です。そして錬金船団編が終わった後、最後に一樹たちが戦うのがラスボスビクター。もともとビクターは錬金船団の戦士長を務めた最強の戦士だったのですが、ホムンクルスへと生まれ変わって妻を含めた仲間たちの命を奪ったことをきっかけに錬金船団から抜けました。このことから裏切りの戦士とビクターは呼ばれています。またビクターは純粋な戦闘力だけでなく、周囲の生命から活力を奪うエネルギードレインが使えます。このエネルギードレインが非常に強力で、ビクターに近づくだけで命を吸い取られるんですよ。最強のビクター相手に一樹たちはどんな戦いを仕掛けていくのかがこの章の注目ポイントですね。ストーリーの総括を言うと、武装錬金はアクションとファンタジーを融合させた魅力的な物語で、一樹と時子の成長、仲間との絆、そしてホムンクルスと錬金術の壮絶な戦いが描かれています。特に一樹の人間としての成長と困難に立ち向かう姿勢、そして何より心の熱さが読者を引きつける。また武装錬金という設定が本作に深みをもたらしています。ストーリーの紹介は以上となります。この動画後半では本作の魅力を3点ピックアップして紹介しますので、しばしお付き合いをお願いします。まず1点目の魅力、パピヨン。カズキのライバルであるパピヨンが本作一番の魅力。パピヨン面白すぎる。もともとパピヨンは引きこもりの病弱の青年だったのですが、ホムンクルス化してからは極めてハイテンションな性格になり、特徴的なスーツを着て仮面を常時つけるなど、一気に垢抜けるんですよ。人間を辞めてホムンクルスになってまでパピヨンがしたかったことって、この格好をすることだったんだって思うだけでも面白い。でね、パピヨンのすごいところは見た目だけではない。ライバル心もすごいんだ。一度カズキが生命の危機に陥って戦えなくなるような、そういう状況に追い込まれたことがありました。この時の時子の思いは、もうカズキは戦えない。だからカズキに代わってライバルであるパピヨンとの決着だけはつけてあげよう。この時子の思いはバトルヒロインとしてこれ以上ない満点の回答だと僕は思います。でもパピヨンが時子に言った思いは違ってて、諦められるのか、貴様は武藤カズキを諦めきれるのか、俺は絶対に諦めない。何百年かかってもカズキを助けてみせる。こういう思いなんだ。どっちがヒロインなのかわからないですね。このことからもわかる通り、仮面とか服装でごまかしてはいるけど、実はパピヨンってめちゃくちゃ熱い男なんだ。ギャグで笑いも取れて熱き思いでシリアスも演出できる。このパピヨンの人間性が面白い。次に2点目の魅力、最終回。武装錬金は最終回が4回ある極めて異例の漫画なんです。1回目の最終回はボーイミーツバトルがある。はっきり言ってしまうと武装錬金は打ち切りだったので、最後のビクターとの戦いを描ききれず、カズキと時子の一心同体エンドを描いて幕を閉じました。次の最終回が武装錬金ファイナル。1回目の最終回で最後の戦いを描ききれなかったため、読み切りという形で2回目の最終回を描いたんですよ。ですがこの読み切りでも描きたいものを描ききれることはできませんでした。そして次の最終回が武装錬金ピリオド。ファイナル同様にピリオドも読み切りという形で3回目の最終回を描きました。もともと作者の厚木信弘先生は2回の読み切りに分けて、追加の最終回を描く予定だったらしく、ピリオドの読み切りは規定路線だったとのこと。いろいろと端折った部分はあるものの、このピリオドの読み切りをもって武装錬金の物語は完全終了したはずだった。しかし単行本のページ数が足りなかったということで、急遽4回目の最終回となる武装錬金アフターが単行本の書き下ろしとして生み出されました。このアフターでは物語の後日談となる話、そして今まで語られなかった時子の傷について描いていました。流浪に剣心と同じく顔に傷に秘密があるのが和月先生の特徴ですよね。BMBG、ファイナル、ピリオド、アフター、他の漫画と比較しても4回も最終回を描く漫画なんてないですよ。この4回の最終回から登場人物の物語をちゃんと描きたいという作者の漫画愛を感じられて最高なんだわ。最後3点目の魅力、ライナーノートと作者メモ。武装錬金のコミックスでは1話ごとに作者の和月先生がどういう思いでこの話を描いたのか、どういったことに挑戦したのかをライナーノートという形で解説しています。また本編では描ききれなかった登場キャラの情報を作者メモという形で載せています。ライナーノートも作者メモも物語には関係してこないのですが、読む読まないでは作品の理解度が大きく変わります。僕が漫画好きってこともあるとは思うんですけど、漫画家の先生が何を考えているのか知れるだけでもすごく面白いんですよ。なので武装錬金を読むときには本編だけでなく、ぜひライナーノートと作者メモにも目を向けてもらえると嬉しいなと思います。次に重要情報を言います。今回紹介した武装錬金は集英社が運営するゼブラックやジャンププラスという漫画アプリで途中までは完全無料で読めます。なのでこの動画を見て武装錬金に興味を持った人は、まずはゼブラックもしくはジャンププラスから読んでみてはどうでしょうか。それでは。